岐阜県揖斐郡鎌ヶ谷に来ております。で、これね、美濃の揖斐茶の看板であってんで、こちら、お茶畑、あれもお茶畑です。で、ね、こちらの方池田山があったりして、でこちらが方角的に、東になります。いわゆる西濃地区の西濃の濃尾平野ですね。広がってて非常にいい景色です。ちょっと見えないんですけど、おそらくこの画面の中央あたり岐阜城見えておると思います。でこれが今ちょっと手ぶれひどいですけど、画面中央に合わせたのが、岐阜駅の、ツインタワーあたりになるはずです。で、肉眼だと一宮の揖斐電の新しくできた大きい会社ですね。ということはこれか、これが愛知県一宮市の、ツインタワー、一三パータワーパークのあたりです。で今日は目的はこれ、アジサイを見に来ました。ここね、ちょっと今年桜のシーズンの時にあまり見に来れなくて、ね、夜桜なんかもやってたんですけど、このさっきの揖斐茶の看板の下にありますね、こうアジサイとね、今からまああそこ見ると分かる通り日がもう沈み始めてますんで、ささっと、ね、写したいと思います。この道一般道なんでね、結構あの車通ります。あの来られる方注意された方がいいと思います。うん、手作りでこういうのありますね。あ、いや手作りじゃないか、これは造花ですね。で、河津桜もあるんですね、ここ知らなかった。でこちらは揖斐茶のお茶畑になりますし、んでこれ看板ありますね。これも見逃しちゃったんですけど、今年芝桜ここね綺麗になってます。過去、ね、2年前3年前あたりの動画に多分映ってると思います。ね、どうですか、すごく綺麗ですね。
もう一段上の方に上がってきたらこちらにもありましたんでね、こちらも撮影しておきます。まだありますね。ちょうど今5時のチャイムが聞こえてきてます。ちょっと遅かったですかね、この辺枯れ始めてます、ね。分かっちゃおるんですけど、やっぱり仕事をしながらですなんでね、一番いい時に来れたり来れなかったりという感じになります。いやー、ここ景色めちゃくちゃいいんですよ。岐阜県揖斐郡、鎌ヶ谷の紫陽花でした。